はい、皆さんこんばんは、キースです。ではツイステッドワンダーランド続きからいきましょう。よろしくお願いします。はい、エピソード4-15、九天タイラントということで、スカラビアに来た時はめちゃくちゃおもてなしされてね、天国のような生活だったんだけど、一転してですね、カリム君の様子がね、おかしくなって、優しくなったり厳しくなったりして、地獄のようなね、生活になっちゃってるんですよね。しかも、帰れないと、監獄みたいになってますね、今。はい、さあここからどうなるのか。もうこんな囚人生活からは一刻も早く逃げ出したいのに。帰りてよ。悔しいことに飯だけはめちゃくちゃうまいんだぞ。すごいな、こういう時でもやっぱりね、飯のことしか考えてね。囚人生活よくわからないけど、気に入ったならよかったぜ。たくさん食えよな。カリム君はね、なんか自分がやってること分かってない感じだね。グリム、今日は牛乳の青カビチーズがあるぜ。たっぷりクラッカーに乗せて食えよ。また必要に青カビクラッカーを食わせようとしてくるね。クラッカーはもういいんだぞ。なんでだろうね、これグリムがクラッカー好きだと思い込んでんのかな。なんだよ、遠慮すんなって。お、今日は陽気なカリム君だね。また詰め込まれてる。そう次々と食い物を口に詰め込むんじゃない、グリムが窒息するだろう。死ぬ死ぬ。ちょっとゆっくり食っていいんだぜ、まだまだあるんだから。めちゃくちゃいいやつなんだよね、カリム君。全然気取らないしさ、誰に対してもね、平等に接するという。もぐもぐ、ごっくん、おいしい。そういう問題じゃねえんだぞ。ねえ、おいしい、グリム。今日は昨日食えなかったアイスクリームをデザートに用意してあるぞ。おっと、天国に戻ったか、これは。たくさん種類を並べて、でかいスプーンで好きなだけザクザクすくって食べるのがカリム流だ。最高じゃねえか、それ。スプーンでザクザク。そうそう、いくら腹いっぱいでもデザートは別腹だろ。今持ってきてやるから待ってろよ。そうだよね、別腹よね。あ、カリム、待て。俺が用意してくるから、お前は座ってろ。いいって、アイスの用意なんか、冷蔵庫から出してくるだけだろ。さすが寮長自らね、してくれるなんてね。バカ。主人に給仕させる従者がどこにいるんだ。お前はもう少しアジーム家の後継としての自覚を持ってくれ。ジャミルさんはね、アジーム家。だからカリムさんの家の従者の、子供なんだよね。お前にそんなことさせたと知れたら、俺が父さんたちに怒られる。そうね、主従関係がね、複雑なんですよね。ジャミルは本当に真面目だな。いいじゃないか、今は同じ学園の学生同士だろ。それじゃあ俺が皿に盛り付けるから、運ぶのを手伝ってくれるか。お安い御用だぜ。ごそ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 。何してんだ、グリム。ん？どうかしたか？あからさまに怪しいぞ。あ、いや、なんでもねえんだぞ。自分でゴソ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 言ってるからね、口で走ってるから。よし、今用意してくるから、少し待ってろよ。なんか企んでんな。俺様、いよいよ混乱してきたんだぞ。まあね、コロコロ変わってるからね、カリム君。今のカリムは人の話を聞かないけど、悪いやつじゃねえ気がするんだぞ。そうだよね、全部善意だからね。おい、お前たち。おっと、戻ってきた。また目がやばいぞ。いつまで飯を食ってるつもりだ。王様にでもなったつもりか。ちょっともうやばいって、これも二重人格ってレベルじゃねえぞ、これは。いいだよ、本当に。今すぐ食器を片付けろ。すぐに午後の特訓を始める。別人か、お前は。はいはいはい。また地獄に戻った。また怖い方のカリムになっちまったんだぞ。お前たちも逃がさないぞ。今日は夜までみっちり防衛魔法の特訓だ。さあ庭に出ろ。なんで俺たちまでやるんだよ。関係ないだろ、オンモレロなんだよ。情緒不安定ってレベルじゃない、もしかして多重人格なのでは。そうだね、情緒不安定ってレベルじゃねえな。あ、なんかやらされ、あ、またなんかやるのか。
バトルだな、これは。行きましょう。なめんじゃねえ。全力でかかってきなさい。スカラビアにもヤンキーがいる。準備はいい。さあ行きます。それ仲いいんだ。もちろんですよ、リドルさん。オッケー。たーいな。ほらほらほら、ナイス。強い。今だ。最後とどめ。ナイス、アズールさん。これは大健闘でしたね。あ、ありがとうございます。じゃあ、いやー、とんでもないことになってますね。ちょっとコロコロ変わりまくって、どうしたらいいのかわかんないけど、次行こう。はい、エピソード 4-16、先行プランニング。夜になってるみたいね。いやー、今日もきつかったな、特訓。帰れねえんだよな。あ、また閉じ込められるんですか、私たち。よし。オンボロリオの二人は、ちゃんと部屋の中にいるようだな。なんでこんなことになったんだ。他の部屋を見回りに行くぞ。最近、脱走する寮生が後を絶たない。カリム寮長も非常にお怒りだ。これ監禁なの？監禁罪じゃ、監禁罪。ジャミル副寮長の進言にも耳を貸さない状態らしい。いつまで続くんだろうな、こんな生活。僕、もう実家に帰りたいよ。まあね、寮生が一番きついよね、うん、弱音を吐くな。俺だってホリデーは家族と過ごしたかったさ。そう、冬休みなんだよね今。帰らせてあげてよ、みんな。親御さんも多分会いたいって、子供に。あ、空き室。見張りは行ったか。お、どうした、グリム。午後の訓練も食べたものが全部出そうなくらいきつかったんだぞ。学園長は当てになんねえし、もう俺様たちだけで何とかするきゃね。エース君とジュース君に連絡したんだけどな、来てくんないのかな。そこで頭脳明晰な俺様が完璧な脱獄計画を考えたんだぞ。お、さすがグリム、昼間にゴソゴソやってたもんね。してその計画とは、頭脳明晰な俺様まあそこはほっときましょうスルーして、その計画とは何。聞いて驚け。俺様は脱出に必要なアイテムを昼間入手した。マジか、アイス食ってる時でしょ。見ろこれを。見して見して。来た、やはりスプーンだ。アイス食った。このスプーンで少しずつ床を掘って外に出るんだぞ。地道、めっちゃ。あ、プリズンをブレイクする感じね。掘れんのこの床、そんな柔らかいの。頭脳を全く必要としない地道な作業。時間と根気の勝負すぎるそうだね、時間と根気めっちゃいるね。地元じゃ穴掘り名人と呼ばれたグリム様に任せておくんだぞ。お前は誰か来ないか外を見張ってろ。グリムの地元どこなん、めっちゃ気になるんだけど。小さい頃の記憶とかないんじゃないの、グリム。穴掘れんのこれ、何年かかる、年スパン計画。掘ってんね、ゴリ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 。思ったよりスムーズに削れる。結構いけそうな気がしてきたんだぞ。あ、そんな柔らかいんだ、床。なんだろ、砂固めたやつなのかな。今日行けますよ、これ。今日行けるんですか、グリムさん。掘ってるだけの単純作業で飽きてきたんだぞ早いな、飽きんのが。お前ちょっと変われ、俺様が外を見張ってるんだぞ。え、マジっすか、できるかな。やってるね、ゴリ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 。やべ、見張りが来た。寝てるふりするんだぞ。やばい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 。あ、朝になった。さあ、できたのかな？朝までかかって、やっと俺様の両腕が通るくらいの穴が掘れたんだぞ。ちょっとだね、それ。ちっちゃいもんね、グリムのって。脱獄は一晩にしてならず、一日目にしてはいいペースだ。ああ、ポジティブに行こう。一日目にしてはいいペースだぜ。一年ぐらいで行こう。お、来た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 。出ろ、お前たち。朝の特訓の時間だ。今日も東のオアシスまで更新する。もう少し静かに上げてくれよ、朝なんだから。おっと、また更新するのね。地獄だ地獄。さあ行きましょう。またゾーン乗ってる、いいな。あのゾーンモヒカンなんだよね、かっけえな。モヒカンのゾーンっていいのかな。ふう、寝不足の体に暑さが辛いんだぞ。熱中症になるよこれ、大丈夫。寝不足なのか、体調を崩さないように水分補給をしっかりな。ジャミル、分かった、気をつけるんだぞ。優しいな。さあ行きましょう。はい、
OK かな。昨日よりも時間かかってるぞ。もっと早く。怖いよ、スパルタだよ、スパルタカリムだよ。これ以上歩けない。干物になっちゃう、干物に。オフィスが見えてきた。もうすぐ休憩だ。みんなと少しだけ頑張ってくれ。副寮長、こんな時まで俺たちを励ましてくれるなんて。どんなに励まれたって俺様もうヘトヘトなんだぞ。やばいよ、グリムの干物が出来上がる。さあ、ジャミルさんの株がね、上がっていってますね。さあ、行きましょう。あ、5回クリアしたわ。さあ、じゃあ、休めるのかな？行きましょう、オアシスで。今日もオアシスメーカーしてくれるかな、カリム君は。エピソード4-17、紛失コンプレイン。行きましょう。いやもう死ぬ死ぬ喉カラカラ。はい。喉がカラカラなんだぞ。カリム、水を出してくれ。ね、この前みたいにね。この俺に水を出せ。だと。お前、誰に向かって口を聞いている？やば、あかんぞこれは。今日あかんぞ。スパルタモードのまんまだ。俺はお前らの水道じゃない。水が欲しいものはオアシスから汲んでくるがいい。めちゃくちゃもう干上がってるんですけど、後ろのオアシス。この干上がったオアシスから水を汲めだって。さすがに横暴が過ぎるだろ。あ、やばいぞこれ。寮生の不満が爆発する。寮長は本当にどうしてしまったんだ。大丈夫だ。こんなこともあろうかとラクダに水を積んできてある。荷物を下ろして水を分け合えと。ジャミルさん、ありがとうございます。はあ、ジャミル先輩が寮長だったらよかったのに。さあ、ジャミルさんの株がうなぎ登りだ。めったなこと言うんじゃない。カリムに聞かれたらどうする。だってそうじゃないですか。まあね、この流れだったらそうなるよね。自然と自然なのかどうかわからないけど、カリム寮長がこうなる前から寮長の仕事らしいことはほとんどジャミル先輩が。そうなんだ。いいんだ、それがアジーム家に使える俺の一族の、いや俺の仕事だからな。大変だよね、絶対的な主従関係があるとね。水を飲んで少し休め。日が高くなって気温が上がってきた。きっと帰り道の方がきつくなるぞ。ジャミル先輩、ジャミル先輩。寮生集合、休憩時間は終わりだ。さあさっさと隊列を組め。はいはい、すいません。ジャミル先輩、俺やっぱりもうこんな寮にはいたくない。マジかよ。A、僕ももう寮長には従いません。 B、 ジャミル先輩はなぜあんなカリム寮長に従うんですか。C、それはあいつがカリム・アルワジームだからだ。それはどういうことなんだろうね。主従関係があるから従ってるだけなのか、いやいや、それともまあ友だからなのか。小さい頃から主従関係だから、人間として好きだから。さあどっちなんだろうね。こっち下であってほしいな。人間として好きだから。それはどうだろうな。違うのか。今日の夜少し話をしよう。カリムには気づかれないように俺が手を打っておく。君たちも時間をくれないか。おう、何の話なんだろうな。さあ夜ですね、談話室。みんな集まってるか。はいはい。カリム寮長は寝たよ。安眠効果のあるハーブティーを煎じたから、いつもより深く眠っているはずだ。で、何なんだぞ俺様たちに話って。カリム君がいたら話せない話だよね。もう俺様ヘトヘト、一刻も早く寝かせてほしいんだぞ。あ、穴掘り作業もあるしね。みんな同じくらいきついんだ、静かにしてろ。ちょ、きつくない？当たりきつくないですか。おもろりょうの二人に対して。ちょっと待って、お前たちがカリムのやり方に不満があるのは分かってる、うん、冬休みに寮生たちを寮に縛り付け、朝から晩まで過酷な特訓。不満を持たない奴はいないだろう。まあでもね、やっぱり返そうって言ってたんだけどね、最初の方でね。俺もカリムのやり方が正しいとは思ってない、うん、あ、そうなの。じゃあなぜ止めないんです。
止めたさ、何度も。聞く耳を持ってもらえなかったけどな。カリム君結構ね、ジャミル君の言うことは素直に聞くタイプだと思うけどな。お前らそんなにブーブー言うなら、ジャミルじゃなくてカリムに直接文句言ってやればいいんだぞ。確かにね、そうだね、グリムの言う通りだ。それは、そのビビってんのかお前ら。なんだお前ら、ジャミルには言えてもカリムには言えねえのか。ビビってんだな。育児がねえ奴らなんだぞ。本当だぞ。違う、俺たちだって言おうとしたさ、何度も。まあ、言い訳はいい、言い訳は言い訳は言い訳はいいんだ。でも様子がおかしくない時の寮長は本当におおらかで優しい、いい人で。そうだよね。こんなことになる前は俺たち全員寮長のことを尊敬してたんだ。どの寮よりも素晴らしい寮長だと思ってた。確かにね、一番なんだろうな、まともだね、まともな寮長だよね。優しいし。入学したばかりの頃、寮に馴染めなくて悩んでた俺の話を親身になって聞いてくれた。めっちゃいいやつだな、寮長なのに。寮長なのにって言ってくれる。授業のレベルについていけなくて学校を辞めようと思ってた時、朝までとっくに付き合ってくれた。めっちゃいい寮長やね、ヴィランズなのにね。ちょっと大雑把で頼りないところもあるけど、俺たちはみんな寮長が大好きだったんだ。そうだね、人に慕われる、なんか人が集まってきそうなタイプの寮長だよね。みんなが助けてくれるような寮長。スカラビア寮生でいられることが楽しかった。それなのにどうしてこんなことに。そう、カリムは本当にいい寮長だ。誰とでも分け隔てなく接し、選ぶることもない。そうだね。ああ、なんでこんなことになってしまったんだ。なんでなんだろうな。いい人だからこそ責められないと、慕っているからこそ踏ん切りがつかないと。あのよ、カリムのやつ医者にでも診てもらった方がいいんじゃねえか。まあ確かにそんぐらいのレベルだよね。あんだけコロコロ変わってるね。言ってることがコロコロ変わるし、性格がまるで別人みてえになっちまうなんてちょっと変だろう。そうだね。なんか悪いもんでも食っちまったんじゃねえのか。食いもんなのかな。なんか誰かにされてんのかな、これは。それこそ毒とか、あるいは心の病気とか。毒か、まあ、毒、毒でなるか、心の病気なのか。確かにその可能性も否めないな。医者行きます。医者か。ネッサの国に戻ればアジーム家お抱えの医者がいるが、今の様子じゃ実家に連れ戻すのも一苦労だろうな。そんな。じゃあどうすりゃいいんだ。このままじゃ俺たちが先に参っちまいますよ。今のスカラビアが抱えている問題は、つい先日までハーツラビルが抱えていたものと似ている。ああ、暴君ね。シンクの暴君、リトル君。ハーツラビルも、寮長の圧政に寮生たちが苦しめられていたとか。あっちは寮長であるリドルのユニーク魔法が怖くて、誰も逆らえなかったんだろうが。確かにね。首やられるからね。首跳ねられるから。そこで、ハーツラビルの問題解決に活躍した君たちに、アドバイスをもらいたい。ああ、そういうことね。いや、いいですよ、全然。はい。俺たちはどうしたらいいと思う。専門家気取り。どうしたらいいと思う？どうしたらいいんだろうね。話し合おうよ。ジャミルがカリムに決闘を挑んで寮長になっちまうのはどうだ。ああ、それかハーツラビル方式か。まああれリドル君勝ったけど、リドルの時は学園長の提案でエースとデュースがリドルと決闘したんだぞ。ま、あいつらポンコツで全然歯が立たなかったんだけどな。カリムはリドルと違ってユニーク魔法も大したことねえし、楽勝な気がするんだぞ。どうだろうね、寮長だよ。でもあの能力強いと思うけどね。みんななんかそんな過小評価するけど。それだけは絶対にできない。そうなの。あ、終わっちゃった。さあ、なんで絶対にできないのか気になりますね。
では次行きましょうか。はい、行きましょう。エピソード4-18、宿命シャドウ。さあ、なぜ絶対にできないのか。その訳とは、何なんでしょうね。アドバイス求めといて、即却下するんじゃねえんだぞ。やっぱり主従関係があるから。なんでダメなんだ。俺の一族、バイパー家は先祖代々アジーム家に仕えている。やっぱりそれか。家臣が主人に刃を向けるなんて、許されるわけがないだろう。それに、俺がそんなしたとカリムの父親が知れば、バイパー家の処分は免れない。悪いが、俺の身勝手で、家族全員を路頭に迷わせるわけにはいかないんだ。なんかめっちゃ大事になるんだな。普通に友達なんだから、話し合えばいいんじゃないか？それが子供に背負わせていい責任じゃないような。なんだか板挟みでかわいそう。そうだね。かわいそうだよね。まあ、子供に背負わせていい責任じゃないよね、それは。仕方ないさ。それがバイパー家に生まれた者の宿命だ。重いなぁ。ジャミロがカリムに決闘を挑めないのは分かったけどよ。寮長があんな調子じゃ、寮生みんなが振り回されて参っちまうんだぞ。グリムめっちゃまともなこと言うね、今日。どうした？リドルも大概だったけど、死に滅裂な分、カリムの方がひでえ気がするんだぞ。すげえ客観的に見てんね、冷静に、グリム。そうですよ。俺たち、もうカリム寮長にはついていけません。今のカリム寮長は、寮長の条件を満たしてない。スカラビアの精神に反しています。スカラビアの精神。寮長の条件、スカラビアの精神？スカラビアの精神とは、砂漠の魔術師の熟慮の精神。ジャファー？そして、ナイトレイブンの7つの寮における寮長の条件は、寮の精神に一番ふさわしいものであること。ああ、そういう条件があるんだ。誰でもなれるわけじゃないんだね、寮長って。逆に、寮で一番でないなら、寮長の資格はない。決闘は分かりやすく、一番を決める方法と言えるな。7寮それぞれ特色が違うから、ふさわしい条件も寮によるんだ。そうなんだ。例えば、ポムフィオーレは、誰より強烈な毒薬を作れる者が、寮長になる伝統らしい。ああ、白雪姫のね、女王だからね。うん、モチーフが。なるほどね。じゃ、ビルさんも毒作りが得意なんだってことか。なんか怖い寮なんだぞ。あ、じゃあ、カリムはなんでスカラビアの寮長に選ばれたんだ？前寮長の指名さ。カリムのそれまでの働きぶりと人徳が、寮で一番だと評価されたということだな。なるほどね。まあ、確かにね、普段のカリム君なら人徳は一番納得できるよね。あいつが指名された時は、俺も嬉しかったよ。それも、ジャミル先輩の助力あってのものじゃないですか。寮生はみんな知ってますよ。めっちゃ言うな、お前ら。いなかったら。なんで前寮長はジャミル先輩を選ばなかったんだ。前寮長を責めるな。前寮長、気になるね。出てきてくんないかな。アジーム家の親戚筋の人間がカリムを差し置いて俺を選べるわけが。なるほどね。アジーム家の親戚筋の人間だったってこと？前寮長が。はあ？骨か。またアジーム家なんだぞ。ズブズブじゃねえかわ。そんな事情があったなんて知らなかった。つまり骨じゃないですか。骨だったのか。汚ね。汚すぎるぜ、アジーム家。頼む。どうか今の話は聞かなかったことにしてくれ。おっと、わざと言ったんじゃないのこれ。ナイトレイブンカレッジは実力主義だからこそ名門と呼ばれているはず。めっちゃあれだね。饒舌になるね。親の意向で評価されていいわけがない。カリム君いないと。そうだぜ、副寮長。俺たちそんなの納得いかねえよ。学園の中では身分や財力なんか関係ない。誰もが平等であるべきでしょ。それはしかし、スカラビアは砂漠の魔術師の熟慮の精神をモットーとした寮。俺は昔からアジームよりもバイパーのような思慮深い奴が寮長になるべきだと思っていたんだ。
カラビア寮生 D 誰だこれ先輩がなのかなこれ。待ってくれ、俺だって特別優秀なわけじゃない。成績だっていつも10段階でオール5の平凡さだ。寮長にはふさわしくないよ。寮の精神にふさわしいかどうかは魔法力じゃない。お前たちはどう思う？俺たちの中で誰が寮長にふさわしい？そんなのジャミル先輩の方が寮長にふさわしいに決まってる。おっと、なんかそういう流れになってきたぞ。そうだ、カリム先輩よりジャミル先輩の方がスカラビアの寮長にふさわしい。身分ある家の生まれだからって無能が寮長でいていいわけがない。無能って言い過ぎだろお前。そうだそうだ、スカラビアに無能な寮長はいらない。ちょっとね、ちょっと待って、落ち着け落ち着け、一旦過激になってるな。誰かアジテーターがいると思うんだよね。スカラビアに無能な寮長はいらない。さあ誰が誘導したでしょうか、この流れにってことですね。お前たちこんな時間に集まって何をしている？おっと来たぞ、しかもこれは怖い方のカリム君、ハイライトがないやつ目に。さあまずい。見つかっちまった。聞いてたのかな。カリム、どうやらお前たちには昼間の訓練では物足りなかったようだな。体力が有り余っているらしい。ジャミル、何今すぐ寮生を庭へ出せ。何今からやんの特訓。庭へ、限界まで魔法の特訓をする。厳しい、助けてください、やめてください。そんなむちゃくちゃな。死んじゃいます。すでに疲れが限界なんだぞ。そう、夜穴掘りもあるんだよ。聞こえなかったのか、早くしろ。はい、わかりました、すいません、本当すいません、わかりました、います。分かったよ、お前たち外へ出ろ。マジかよ。わあ始まった。かかってこい。行きましょう。さあ、ほら。くらえ。さあ、とどめだ。よし。オッケー。なんで勝てると思ったわけ？かっこいい。はい、ということでね、今回はこの辺りで終わりたいと思います。さあ、どうしちゃったんでしょうね、カリム君。そしてね、オンボロ寮組は、このスカラビア寮から脱出することができるんでしょうかね。よろしかったら次回もお付き合いください。では今回はこの辺りで失礼します。ご視聴ありがとうございました。